皆さんおはようございます。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログは気づく力が顧客満足度をぐんと上げるというテーマでお届けいたします。先日ですね、元山形新幹線翼のカリスマ車内販売員の茂木久美子さんの講演会に参加しました。演題はですね、人の5倍売る技術、独自の気づき、そして心を大切に人と企業を元気にしますというね、演題でした。そういえばですね、山形新幹線にはですね、もう一人、斉藤泉さんというね、カリスマ車内販売もいらっしゃいます。私は斉藤さんの講演はですね、数年前に、それはね、阿賀野市だったかな、新潟県の阿賀野市で、確か、聞いたことがありました。このですね、山形新幹線の車内販売の仕事なんですけども、東京山形間のですね、1往復における、1人当たりの平均売上がだいたい7万から8万円なんですね。ところが、この茂木さんなんですけど、約3倍のですね、24万円も売上があるんですね。そして、1往復半で50万円の売り上げを達成したこともあるそうです。とにかくですね、群を抜く販売力で注目されていたということなんですね。そして、それが評価されて、2006年には JR 東日本管内の車内販売、1300人いるそうなんですけども、その中でわずか3人しかいないチーフインストラクターに、抜擢されました。しかも最年少だったそうです。さて、この茂木さんの講演の中でですね、特に印象的だったのは、やはりお客様とのコミュニケーション術です。新幹線の車内販売は、お客様の座席の背後から、こう、販売員がワゴンを押してやってくるそうなんですね。この場合、購入の意思のあるお客様は、販売員が通り過ぎてから、販売員の背中に向かって声をかけることになります。お分かりでしょうかね。ですから、一回こう、止まって、販売員の人は止まって振り向くという形になるので、お客様はどうしてもすいませんと声をかけるんだそうですね。このことを茂木さんは気づくわけです。お客さんが気を使ってるんだなとすいませんということはね。ここに気づいたのはまず茂木さんのすごいことなんですね。そこで茂木さんはお客様の座席の背後からワゴンを引っ張りながらやってくるようになったんですね。そうするとお客様とですね、顔と顔を見合わせることができるんですね。これでお客様からのすいませんと言葉は激減したそうなんですね。では今日の本物の商売を目指すポイントです。顔を合わせることでお客様のすいませんという気持ちを取り払った茂木さんはすごいと思いました。売り手もですね、買い手も顔を合わした方がコミュニケーションがスムーズにいくに決まってるんですね。なのですが、このね、新幹線の中はなんと販売員の背後、背中に向かってすいませんと声をかけなきゃいけなかったと。ただし、茂木さんはですね、お客様と顔を見合わせるようにして、こう引っ張るようにしたんですけども、ワゴンを。このことによって結構ね、腰をやっぱり痛めたらしいんですね。ワゴンというのは130キロぐらいあるそうなんです。結構やっぱり引っ張るとですね、腰に負担がかかるそうなんですね。まあそれはともかく、このように心にくいばかりの心遣い。これがですね、やはり、口コミを誘発するのは確かなようですね。さて、おそらくですね、この茂木さんの群を抜く販売力っていうのは、販売ノウハウの取得も確かにあるんですが、お客様の気持ち、先ほどのようにね、すいませんって言ってね、背中に向かって声をかける、やはりお客さんは気を使ってるっていうね、このことに気づいたことが大きいんだと思います。さて、話は変わりますけども、皆さんは東京にある根岸という飲食店、これご存知でしょうかね。牛タン、とろろ、麦飯がまあ有名なんですね。そして東京に31店舗展開しています。確か東京だけだったと思いますね。
さて、この根岸なんですけども、ここも茂木さん同様、お客様の気持ちに敏感な仕事をしています。例えば、女性のお客様がいらっしゃいました。女性ですから、ご飯のおかわりをしたくても周囲の目が気になります。なかなかね、大きい声でですね、ご飯のおかわりお願いしますとは言い難いですよね。そこで、根岸のスタッフなんですけども、女性のお客様に対してはご飯を食べ終えることを見計らって、テーブルまで出向いておかわりはいかがですかと尋ねるそうです。これでこの女性のお客様は恥ずかしい思いをしなくても済むということですね。この心遣いも非常に素晴らしいですね。そして今日はもう一個事例を紹介しますね。カレーチェーン店と有名なココ一番屋の心遣いなんですけども、一番屋ですね、もう日本国内外に約1300店以上も展開してるんですね。世界で最も大きなカレーレストランチェーン店としてギネスにも登録されてます。この話は数年前にですね、ビジネス雑誌プレジデントに掲載された話なんですけども、これも非常に素晴らしい。例えば、お客様の中で、調理時間のかかるカツカレーをオーダーした方がね、例えばカウンターにこう座ってました。このお客様がなかなかカツカレーができないので、なんとなくこうイライラね、してるような素振りを見せました。このような場合、皆さんだったらどうするでしょうか？そのことにね、気づいたホールに出ているスタッフは、厨房にこんなことを言うそうです。カウンターのお客様のカツカレーはまだですか？と、厨房のスタッフに聞くんですね。で、この一言によってお客様はどう思うかというと、自分のことを忘れていないんだなと思って安心しますよね。皆さんも経験があると思うんですが、オーダーしたメニューがなかなか来ないとき、もしかして忘れられているのかなと心配になりますよね。そんなお客様の心配をこの一言で解消してやるというわけですね。これは飲食店だけではなく、小売業やサービス業はもちろん医者でも役所でもそうですよね。待たされているお客様の心理状態は全く変わりありません。茂木さんも根岸も一番屋もお客様の気持ちに気づいたことが大きなポイントです。ちょっとしたお客様の気持ちに気づいてそれを解消してやれば、おのずとお客様の満足度がぐんと上がるんですね。気づく力はやはり観察力でもあります。あなたの会社やお店ではお客さんの気持ちをですね、臨機応変に日々リサーチしているでしょうか。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。180日であなたの会社やお店の業績アップを実現する地域密着ビジネス専門コンサルタントの長谷川博之でした。